はい、今日はですね、クランベリーツルコケモモの、植え替えをしていきたいと思います。クランベリーの植え替えは適期は冬だそうなので、まあ要するに寒い時期ですねに植え替えてくださいということのようです。でこれ小さい竹がね、草丈が小さくて本当草みたいに見えるんですけど、実は木なんですよね。ツツジとかと同じ種類で木なんですけども、まあこういった鉢植えで育てることができるということです。で昨日ですね、ホームセンター行った時に半額の表示があったので思わず買ってしまいました。でこれを、ちょっとですね、大きめの鉢に植え替えて、なおかつ、ちょっとこの横の方にね窓見しちゃってる感じがあるので、これを少し剪定していきたいと思います。鉢から出してみたいと思います。結構、枝が混み合っててちゃんと切った方がいいかもしれないですね。今見たようにですね、鉢のこの辺をトントントンって叩くとこうやってスッと出てきます。よいしょ。でちょっと根っこをチェックすると、あんまり、まあ、少し出てるかな。あんまり根は回っていないような気はします。あ、でも結構あれですね、細かい根が出てる感じですね。で、クリスマスローズと同じようにですね、このスリットポットの方に植え替えていきたいと思います。で土も、同じようにですね、鹿沼土と、硬質炭ともみ殻が混ざったものを使っていきたいと思います。で相変わらず肥料農薬は使いません。使わないというかね、いらないんで使わないだけなんですけど、スリットポットの場合は特に鉢底の土はいらないので、そのままこのような、土を入れてきます。まあ底の方に、入れたらですね、だいたい高さを合わせる前にために仮置きをします。で、スリットポットはですね、まあだいたい植木鉢そうなんですけど、ここのなんていうんですか、へりの部分より下の方にですね、一番土の上面が来るようにします。まあだいたいこんな感じかな、 OK そうなので、ここに横の方、周りですねの方にまた土を詰めていきます。で根鉢のですね、崩すか崩さないか問題があるんですけど、根鉢っていうのは今このなんていうんですか、植木鉢から出した状態の根っこを崩すかどうかなんですけど、まあ一応、休眠期、冬の間はね、この椿とかの植物は眠っている状態なので、根っこをいじっても大体大丈夫は大丈夫みたいなんですけど、まあ土がね無肥料のものなので、ちょっとまだいきなり、根っこをいじるというようなハードなことをするとですね、枯れるんじゃないかなというような気がしてるので、根鉢はいじらないようにしたいと思います。でトン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 ってしてあげると
土が、詰まってきますので、あ、抜けましたね。枯れ枝抜けるので、また周りに入れてあげます。はい、こんな感じですね。はい、で、あとですね、こうちょっと横に伸びてしまった枝は、剪定していきたいと思います。で、まあ大体植物長芽優性という性質があって、上に上に芽を伸ばしていく性質があります。で、その方がね、植物の生理状況には、生態、植物の生態というか性格というか、大体の植物はそう、大体のというかほぼ全部ですね、植物は、上に上に伸びようとするので、横に伸ばそうとしてもあまりこう、なんていうんですか、成長をさ、促進することはないそうなので、こう上に伸びる枝を残して、横に伸びようとしているやつは剪定していきたいと思います。で、あとこういうね、ここちょっと見えづらいかな、よいしょ、これここからですね、こういう中を突っ切ってるんですよね。こういう枝混み合っちゃうので、これはこういう枝をですね、切っていきたいと思います。あと、見えますかね、これか、こういう横に伸びた枝をここからこう上に、立ち上がってる芽がありますので、こっちにの、残し、こっちの立ち上がる方にこう枝を残すような形で、切り戻し剪定をしていきたいと思います。はい、どうでしょう。全部こう上に上に向かう枝だけ残してます。なので、こうなんていうんですかね、かなりすっきりした感じではあると思います。で、花が咲くのが6月から7月で、実がつくのが来年の秋ということみたいなので、まあこういった感じで、育てていきたいと思います。